最近このカツを入れるようなね動画が増えてる気がしてみんなにとって俺口うるさいおじさんになってんだろうな <laughs> って思う今日この頃なんですけど結構動画をね撮る時にうーんバランスというかだってカツの動画がさずっと続いてたら、まあ、鬱陶しくなるししかも本当に伝えたいものが伝わらなくなっちゃうんですよカツばっかりだとね。だかから今までも頻度というか 活動を入れるような動画の回数っていうのはうまくコントロールしてみんなにちゃんと届くちゃんと受け取ってもらえるようにっていう風にやってたんですよねでも最近増えているとで今週どうしようかなって思ったんですけど今来てるやっぱり質問相談に関してもそう思うしあとはもともと1講師をやってる時に多くの生徒を見てきて10月をどう過ごすかそして振り返った時にね10月を過ごし終わった後に振り返った時に ポジティブな印象を自分に持てる方と、ネガティブな印象を自分に持ってしまう方の、それ以降、11月以降の差ってね、もう、運命の差なんですよ。で、これはね、間違いないと思っている。きっと you、YouTube、ま、はあ、ね、えっと、熟考師っていうフィールドから YouTube に変わってしまいましたけど、ここに変わってもね、同じことが言えると思ってるんです。だから、今週1週間は違う話題にしようかなと思ったんですけど、まあ、今日9月27日かな ?10 月入るじゃないですか。 でしかも、多分これを投稿してる日、あ、投稿してる前日かに、自分、ワクチンの2回目打ってるから、多分これ投稿してる時点では、副反応通りやられてると思うんですよね、きっとね。そう、だから、あのー、結構、なんつうんだろう、SNS でさ、こう返したりすることもできなくなってるかもしれない。なので、なんか今、思ってること、伝えられることを、厳しいことは多くなっちゃうと思うんですけど、それでも、よし、やってるかって思ってくれる方が、一人でも多くね、出てくれるなら、 うん、取るる価値はあるかなと思ってて話していきますで、あのー、一つね、まあ、言いたいこと、あんまり長くなんないので気をつけるんですけど、言いたいことは、複雑に考えてませんっていう。これがもう全てです、今回の動画。複雑に考えてませんかって。で、これはね、えっ、ー、と、自分自身にもずっとずっともう言い続けてる言葉なの。学生時代から。そして今もそうです。自分が何かに悩んだ時、このね、足取りが重くなってる瞬間あるじゃんか。みんなもさ、 勉強にね、こう前のびでさ、よし、勉強するぞって、生きてる時もあったと思うし、もう、もうなんかもう嫌だ、もう、みたいな。こうね、足取りが重くなってる時ってあるじゃんか。人には波があるから、もちろんね。で、その足取りが重くなってる時っていうのは、自分は複雑に考えてることが非常に多いです。だからみんな自身も多分そうだと思ってて、えっ、ー、と、勉強しなきゃいけないのは分かってる。志望校もあそこに行きたい。足りないことも分かってる。でも、なんだかやる気が出ないんだよな、みたいな。 で、いろんなことを考えたりとか、ああ、の誘惑に負けてるからだとか、あれがあるからだとか、あいつの悩みがあるからだとか、いろんなこと考えて、ごちゃ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 絡み合っちゃって、やる気が出ないというか、もう無理みたいな、になってる方は多いと思っている。うん。で、やっぱり、そこの部分をシンプルに考えることってすごく大事なんですよ。自分はシンプルシンキングっていうのをすんげえ大事にしてて、もうね、例えばさっきみたいに足取りが重くなった時には、今、 お前は、俺ね、俺じゃ。お前は、何をすべき時なのって。やりたい、やんなきゃいけないことは確かにいっぱいある。まあ、仕事もね、たくさん受けてる時とかだとさ、並行しなきゃいけないこともあるからさ。でも、その中で、今この瞬間は何を先にやるべきなんだいって、一つ決めなさいっていつも言うんです。優先順位を決めるってことです。みんなもさ、勉強するって言っても、一科目の勝負じゃないでしょ まあその方ももいいるかもしれない大学受験俺とかね学芸大の後期とか数学のみだったからさセンター終わった後は数学しか勉強してなかったけど、まあ、そうじゃない方の方が多いでしょだから1科目じゃないじゃああれもこれもやんなきゃってきっと国語の勉強をしながら「あ英単語もやんなきゃだなああ社会の江戸時代も忘れちゃったし」みたいなことって起こるじゃんかでも人間は人間はとかみんな俺らもそうだけど一つの体しかないわけよ いいこっちでさ右手で社会の勉強をしながら左手で理科の勉強はできんのようちらはだから決めなきゃやることをいいで今そうやる気が出ないっていう相談は本当に多いもう去年と比べたらねもう,なもうかあの数えちゃいないけど34倍なんじゃないかな下手するとっていう悩みがすごく多いのねそれに類似したものがでこれはコロナのこととかも絶対原因があるしいみんな自身だけのせいじゃないこの世の中というか、まあ、全てはコロナのせいだもんって思ってんだけど俺は。 まあいろんなことが重,ね重なってとか絡み合ってそうなってるとは思うんだけどでもやっぱりいつも言うようにやる気が出るのを待ってたらいやきっと無理だよきっときっと無理だよきっとおかしいねでもきっと無理なんだよやってるうちにやる気が出ないとで出るようにしないとやる気が出たから頑張るんじゃないんだよ頑張ってるうちに踏ん張ってるうちにあれ気付いたらちょっとスイッチが入ってるかもっていうふうになるんですだから ごごちゃごちゃゃねどうしても複雑に考えてしまえば考えてしまうほど一歩目が出なくなるこの足の一歩目がだからその場で立ち止まって考えちゃうんだよいろんなことをあれもやるこれもってで人って考えることってすごい疲れるんだよ考えるって楽なことじゃないからねいろんなことを考えることって疲れてしまうのでそれが長期化する長くなればなるほどエネルギーを使うからもういいよってなっちゃうんだよ で、もういいよってなっちゃって、で、もうダラダラしちゃう。で、そんなダラダラした自分にまた自己嫌悪になるんでしょっていう負のスパイラルにはまっちゃうから、もうだからもうごちゃごちゃ考えないでシンプルに考える今すべきことは何なんだって。それが答えなんてわかんないよ。数学と英語と工具と理科と社会5科目あった時に、どれを今やんなきゃいけないのかね、わからない。じゃ決めるしかないんだよ。で決めるの誰だって自分でしょで決めなきゃ。 じゃあもう今日は理科をやろうって理科のこの単元のこのページをやろうって決めたらもう一歩踏み出すやるでそうやって一歩踏み出したら二歩目が出せるから三歩目四歩目ってそうやって前に歩いてって自分で見える景色を変えていかないと何も変わらんよやる気が出ないって嘆いたって成績なんて1ミリも上がんないんだからそうでこれをやってしまうと10月が終わっちゃうんだ 最初に話したように振り返った時にああって愚痴って終わった10月だったなって嘆いて何もできなかった10月だったなって思っちゃうと11月も同じ,じなんだよ10月と同じの過ごしちゃうからで上がらないでうんいろんなものがか,んなか,らかみ合うことなく受験を迎えちゃうとかねっていうふうになっちゃうからそうなってしまうね方を一人でも減らしてほしいなと思います。で最後に一つ、えー、と伝えたいことがあってよく 例えば偏差値が今このぐらいです。このぐらいのところに目指すのにはどれぐらい勉強した方がいいですかみたいな質問。こういうね、類の質問が多いです。で、これはきっとみんながね、塾とか、まあ、学校の先生とかもそうかもしれんけど、結構この質問すると思うよ。どこどこ、例えばまあ得点ね、中1、中2の子とかも、何点取るためにはどれぐらい勉強した方がいいと思いますかって聞きたいじゃん。だってさ、これぐらいやればいいよって言われたそうなんだ。じゃあ、それ頑張りますって。 思えるよね。でも、実はこの質問って、俺あんましない方がいいと思ってて、だからしない方がいいっていうかやめなって思ってる。っていうのも、だって人から言われてることをやってる時点で本気じゃないんだもん、それ。だってさ、もしさ、じゃあ、10の量をやりなさいと、10ね。10の量をやりなさいって言われてて、でももし15をできる能力があったら、15やったらいいやん、そんな。って思うのよ。だから人から言われてる時点で本気じゃない、そんなのは。って思っちゃう。いや、もちろんごめんね。これ言い方が悪くて、 だって何をやってるか分からんじゃん。分からないから参考にしたいんですってね、よく分かる。だからそれを言われて、そっか、このぐらいの量が必要なんだ。でも、私はもうちょっとできるからちょっと増やしてみようって。先生、これ私もうちょっとできると思うんですけど、増やしてみてもいいですかみたいな。そこで相談をして、より自分の本気に近づけているところにフィットさせるんだったらもうすごくいい。いいよそれって思う。 だから、熟講師やってるときにさ、質問の仕方生徒からね。質問のされ方によって、あ、この子って伸びるな、とかって伸び率伸びしろをすごい感じることがある。今みたいに、どれやったらいいっすかって聞くことを、先生って、俺10月にこれをこんだけやろうと思ってるんですけど、どう思いますかって。自分が決めたことに関して意見をもらおうとする子。絶対伸びるよ。間違いない。そう。みんながみんなこれを真似しろとは思ってない。でも、 人からもう言われたことをそれだけをこなすまんにはなってほしくないんだ。自分で考える。自分の人生だ。自分で切り開かなきゃ。っていうのは、えー、口うるさおじさんが伝えたいところでございました。なんかこんな話多くなっちゃってんね。8月ぐらいからかな。で多分だけど10月はこの月曜日にねみんなにこうやって話す動画は増えるかもしんない。わかんない。みんなからもらってるさそのレスポンスとかコメントとかに読ませてもらってそれで判断するかもしんないけど。 もしかしたら10月すんげえ口うるさいなんか近所のおっさんみたいななってるかもしれんけどあのみんながさ必要だなと思う時だけ動画見て毎週月曜は見なきゃなんて思わなくていいからうちのチャンネルはそういうチャンネルじゃないからみんなが必要だなと思った時に必要だなと思ったその動画だけ見てくれれば十分なのでみんなにとって必要なものを選んでくださいそこもねいいかい配置の動画全部見なきゃとかそんなねなんか機械的に思わなくていいから 自分にとって必要なものを取りに行く自分にとって必要だと思う勉強をやっていくそういう10月にぜひねしてもらえたらと思いますということでねちょっと長くなっちゃったかもしれないけどここまでねお付き合いいただきありがとうございましたあの大したことはできないことは分かってる分かってるんですけど、あのー、できる限り全力で10月ねみんなの10月をサポートできるように頑張っていきますのでぜひねお互いに頑張っていきましょう10月もよろしくお願いしますそれじゃあここまでお付き合いいただきありがとうございましたまた来週の動画でお会いしましょうそれじゃあ バ、ね、イ